大和寺線。山戸寺線は、西日本旅客鉄道、JR 西日本関西本線のうち、電化区間である、京都府木津川市の鴨駅から、大阪府大阪市何枠の JR 南場駅までの区間に付けられた愛称である。この愛称は1988年3月13日から使用されている。天王寺駅、芋宮駅間は、大阪環状線と並行している。 京都府南部、奈良市と大阪市を結ぶ路線で JR 西日本のアーバンネットワークの一角を成している。ラインカラーは緑で選定理由はことの落ち着いたイメージと新しい開発エリアのイメージである。路線記号は9。2004年の近畿交通審議会等身第8号では輸送力の強化等によるサービス向上に資する事業として 鴨モ駅木津駅間の複線化が盛り込まれたが、複線化の動きはない。しかし、この区間が、ダイヤ構成上のネックとなっている。全区間を近畿統括本部が管轄しており、旅客営業規則の定める、大都市近郊区間、大阪近郊区間、奈良駅 JR 南場駅間が、電車特定区間、天王寺駅 JR 南場駅間が、電車特定区間の、 大阪環状線内に定めされており、それぞれ区間がより割安な近距離運賃設定となっている。また、全線が IC 乗車カード、アイコカのエリアに含まれている。沿線の地形は変化に富んでおり、鴨モ駅木津駅間は、笠木山地の山陸部、木津駅王子駅間は、奈良盆地の田園地帯、王子駅柏原駅間では、生駒山地と、 混合産地の間に挟まれた山和川沿いの渓谷、柏原駅 JR 南馬駅間は、大阪平野の市街地や住宅地の中を走る。山和寺線は、同じく、奈良市と大阪市を結ぶ近畿日本鉄道、近鉄奈良線とは、経路が大きく異なる。近鉄奈良線が、生駒産山地を新生駒トンネルで抜けて、東西を、 ほぼ直線で結んでいるのに対して、大和寺線は大和側に沿うように南側へ迂回する経路となっており、近鉄線よりも大回りとなっている。このため、近鉄とは直接的に競合していない。朝ラッシュ時大阪方面行きは15分サイクル、昼間時間帯は30分サイクルで、夕方のラッシュ時間帯は30分サイクルで運転される。基本的に、 15分サイクルに、快速計4本、普通2本の運転である。設定される快速は、山和寺快速はなく、直通快速、快速、区間快速である。旧宝寺駅から、大阪東線、学研都市線、JR 東西線に直通する天ヶ崎駅の、直通快速が4本設定されている。天皇寺方面への輸送を補完するため、 柏原駅始発の JR 南馬駅快速が3本設定され、旧法寺駅で乗り換えることができる。かつては、快速と普通の本数が1、1であったが、需要に応じて、2、1に見直された。基本的に30分サイクルで運転される。1時間あたり、山和寺快速が大阪環状線鴨駅間に2本、大阪環状線奈良駅間に2本。 快速が JR 南馬駅高田駅間に2本、普通が JR 南馬駅王子駅間に4本運転される。旧法寺駅で大和寺快速と普通が接続する。また、王子駅で普通と大和寺快速を乗り継げる。快速系と普通は大舟天王寺駅、王子駅間で10分サイクルで運転される。1時間あたり、大阪環状線奈良駅。 鴨モ駅の区間快速が4本、JR 南馬駅奈良駅、鴨モ駅、高田駅行き快速が2本、普通が6本運転される。これに、天ヶ崎発奈良駅の直通快速が、約30分間隔で4本運転される。一部の区間快速、快速は、王子駅で分割し和歌山線に直通して、高田駅、五条駅まで運転するものがある。旧法寺駅で、 快速、区間快速と普通が接続する。また、王子駅で普通と、快速、区間快速を乗り継げる。山和寺快速、快速、区間快速、直通快速、普通が運転されている。各種快速はいずれも、当線内の JR 南馬駅王子駅間、大阪環状線の大阪駅から、新今宮駅間のみで一部の駅のみに停車する、快速運転を行い、 大子駅奈良駅、鴨駅間及び直通先の和歌山線、桜井線万葉真ほ場線内は各駅に停車する。また直通先の大阪環状線を一周する、天王寺駅の列車は混乱のないように、天王寺までは大阪駅として案内される。この他に他線区から木津駅奈良駅間では、奈良線の全列車と片町線、学研都市線のに往復の列車が乗り入れており、 奈良線には、京都駅奈良駅間で、宮古寺快速、快速、区間快速、普通が、学研都市線京橋方面には、快速、区間快速が、また、大阪環状線と、並行する新今宮駅天王寺駅間には、阪和線、大阪環状線から、南紀方面特急や関空快速、紀州路快速、快速などが、直通運転されている。これらの列車については、 それぞれの路線や列車の項を参照のこと。山和寺快速は大阪環状線に直通して大阪環状線から新今宮駅奈良駅、鴨駅間で運行されている。天王寺駅では環状線ホームに発着し大阪環状線を一周して再び天王寺駅を通り山和寺線へ入る運系等となっているが京橋駅発着の列車も設定されている。 環状線内では、天王寺駅、京橋駅、大阪駅間は各駅に停車し、大阪駅、弁天町駅から、新今宮駅間は、快速運転を行う。大阪駅、鴨駅間では、福島駅、西九条駅、弁天町駅、大正駅、新今宮駅、天王寺駅、九宝寺駅、王寺駅、伊の各駅に停車する。日中と、土休日ダイヤの夜間は1時間に4本。 奈良駅鴨駅間は2本が運行されている。関西本線と大阪環状線を直通する、快速列車は1973年10月7日から運転されており、当初は休日のみであったが、1974年7月20日からは、平日の日中にも20分間隔で運転されるようになった。山戸寺快速の名がついたのは1989年3月11日からで、 この列車名は公募で付けられた。その後大阪ステーションシティのグランドオープンに先駆けて行われた2011年3月12日のダイヤ改正で1時間あたり4本に増発され、ただしこの時奈良駅かも駅間は逆に毎時3本が2本へ減便となった8両編成での運用も増えた。2015年3月14日のダイヤ改正では、 と、土休日の運転時間帯が21時台まで拡大された。土曜、休日ダイヤの一部列車は、王子駅で、後ろの編成を分割し、和歌山線高田、五条方面へ直通運転をしている。鴨駅発着の列車の半数は、鴨駅で、関西本線以外上の亀山方面の列車と、相互接を行う。基本的に、 旧法寺駅で普通列車に接続する。また、王寺駅で王寺駅発着の普通列車に接続する。全列車221系を使用して、6両編成、または8両編成で運転されている。現在は、ほとんどが8両編成での運転である。大阪環状線に直通して、大阪環状線から、新今宮駅奈良駅、鴨駅間で、平日ダイヤの朝。 ユーラッシュ時間帯と、土休日ダイヤの朝と夜間に運行されている。大阪環状線内は各駅に停車し、大和寺線では、大和寺快速と同じく、天王寺駅、旧宝寺駅と王寺駅からの各駅に停車する。環状線内の発着駅は、天王寺駅、または、京橋駅であり、平日、休日ダイヤともに、王寺駅で、後ろ、天王寺寄りの4両を分割し、 和歌山線高田駅や五条駅へ直通する列車もある。全列車8両編成で221系が使用される。2016年9月までは、吹田総合車両所奈良市所属の103系4両編成を2本、並結した8両編成や森の宮市所属の103系201系も運用に入っていた。夕方、夜間の奈良駅、 鴨モ駅発の一部列車は、新今宮駅で、阪和線方面からの特急列車の通過待ちを行う。大阪環状線に直通する、区間快速は1989年3月11日に運転を開始し、当初は夜間のみの運転であったが、1990年3月10日からは、朝ラッシュ時にも運転されるようになった。直通快速は、 2008年3月15日の大阪東線部分開業により設定され、大阪東線、学研都市線、JR 東西線経由で、奈良駅天ヶ崎駅間を毎日朝に奈良発が4本と夕方に天ヶ崎発が4本運転されている。停車駅は天ヶ崎駅から京橋駅の各駅、宝室駅、旧宝寺駅と王子駅からの各駅である。車両は、 交代河川である JR 東西線を経由するため、パンタグラフを2機搭載する、阿ボ市総合車両所赤ュシシ所属の27系が使用されている。直通快速の運転開始により、朝の奈良方面から天王寺方面に直通する列車が減少するため、奈良発天ヶ崎駅は平日ダイヤの4本中3本が旧宝寺駅で、 後日の柏原発の快速 JR 南倍駅に、平日ダイヤの残りの1本と休日ダイヤの4本中2本が、王子駅と旧法寺駅で、和歌山線からの快速 JR 南倍駅に、休日ダイヤの残りの2本が、王子駅と旧法寺駅で、王子発の快速 JR 南倍駅に、同一ホームで乗り換えができるようダイヤが組まれている。 運転開始当初から宮原総合運転所所属の223系6000番台が使用されていたが、北新地駅のホームドア設置に対応するため2011年3月11日の奈良駅から207系に置き換えられた。2012年3月のダイヤ改正からは321系も使用されている。二千十九年春の大阪東線新大阪、延伸開業に伴い、 JR 東西線への直通を終了する予定である。快速は山和地快速とともに、速達輸送を担う列車である。日中時間帯は、JR 南場駅王子駅和歌山線、高田駅間で1時間に2本運行されている。朝と夕方、夜間は、JR 南場駅王子駅、奈良駅、鴨駅間での運転が追加される。和歌山線に直通する列車のうち、 夕ラッシュ時の一部の列車は、奈良駅と連結、多層建て列車して、王子駅で切り離しを行っており、この場合に、限り221系が限定運用されている。しかし、逆に、王子駅で連結して、JR 南場方面へ行く運用は、王子駅に誘導信号機がないため設定されていない。なお、朝ラッシュ時には、桜井線、万葉真幌場線から、 直通列車が運転されており、過去には、夕方の桜井線直通列車や和歌山線、橋本方面に直通する列車も設定されていた。天理橋の祭典がある時は、桜井線の天理駅まで臨時運転される列車がある。この列車は、奈良駅で2両編成を連結、開放しそれが直通する。停車駅は、JR 南馬駅、新今間宮駅、天王寺駅、 旧宝寺駅と王寺駅からの各駅である。奈良駅木津駅間では、大和寺線の快速、奈良線の快速、学研都市線の快速の3種類が運転されているが、大和寺線と学研都市線の快速が奈良山駅に停車するのに対し、奈良線の快速は停車しない。日中は221系4両編成の運転が中心である。ラッシュ時には、 水田総合車両所ならし所,所属の201系6両編成、うぐい水路も運用に入るが、221系による運用が増加の傾向にある。2011年3月12日の改正までは、区間快速として運転されていたものが、快速に変更されたものである。停車駅は変わらない。2011年3月12日の改正では、 日中時間帯のダイヤで JR 南波駅王子駅間は1時間4本15分間隔に増発され高田駅発着は2本30分間隔に変更された2014年3月15日のダイヤ改正で日中時間帯の王子駅発着の系統が廃止されこの時間帯は現行の1時間2本に削減された2015年3月14日のダイヤ改正では 環状線からの直通、大和時快速、区間速が増発された一方で、夕方以降も1時間2本に減便された。また、途休日ダイヤでは19時台から20時台にかけて、運転されない、時間帯も出てきている。2008年3月15日のダイヤ改正で、他の快速が通過する柏原駅を始発駅とする、JR 南場駅の快速が、 平日朝に3本設定された。この快速は3本とも旧法寺駅で直通快速天ヶ崎駅に同一ホームで乗り絵ができる。2011年3月11日までは森の宮電車区所属の201系または103系の8両編成が使用されていたが、翌12日に行われたダイヤ改正5発の平日である14日からは、 すべて221系8両編成で運転出るようになった。JR 南馬駅、港町駅鴨駅間での快速列車は、1961年12月10日から、港町駅奈良駅間で運転を開始した、起動車による快速である。日中1時間あたりに往復で、天王寺駅、王寺駅、郡山駅のみに停車して、最速39分で運転を行っており、 すげ駅、亀山駅へ直通する快速、奈良駅伊藤は、各駅停車も1時間に1往復の割合で運転されてた。1973年10月1日に、法隆寺駅が停車駅に加わり、1978年10月2日に、大和小泉駅も停車駅に加えられた、停車駅に追加されるまでは、一部の列車も停車していた。 1988年3月13日から日中の快速は大和小泉駅、郡山駅を通過するようになり、1989年3月11日のダイヤ改正で大阪環状線に直通する区間快速の運転開始に伴い、大和小泉駅、郡山駅に停車する快速を区間快速に変更した。1997年3月8日の ダイヤ改正で、山和小泉駅、郡山駅にすべての快速列車が停車するようになり、大阪環状線にも今宮駅が開業して、大阪環状線に直通する、区間快速は同駅に停車するようになった。これにより、JR 南馬駅発着と大阪環状線直通の、区間快速と停車パターンが違う事象が発生しが、 大阪東線部分開業による2008年3月15日のダイヤ改正で JR 南場駅発着の区間快速は再び快速を名乗ることとなった。1997年3月8日のダイヤ改正で快速が区間快速となった後でも奈良電車区所属の103系には快速の幕は残された。これは平日の朝ラッシュに運転される 奈良発桜井駅、高田駅経由の間快速 JR 南場駅のうちの一本で使われていた103系、または201系の方向幕に、区間快速桜井、高田経由 JR 南波の幕が入っていないためであり、該当列車は、快速桜井、高田経由 JR 南波と表して運転されていた。これは、2008年3月15日のダイヤ改正で、 JR 南馬駅発着の区間快速が、快速に種別が変更されるまで続けられていた。普通は全区間で各駅に停車する列車で、JR 南馬駅王子駅間の運行が基本である。王子駅奈良駅、鴨駅間は、大和寺快速、快速が各駅に停車するため、大和寺快速、快速が普通列車の役割を担う。日中時間帯は、 JR 南波駅王子駅間で1時間に4本運行されている。この時間帯は、旧法寺駅、王子駅で山戸寺海賊と接続するダイヤが組まれている。朝晩には、柏原駅、奈良駅、鴨駅発着や和歌山線高田駅発着の列車がある。また、運用上の都合で、奈良駅鴨駅間の区間列車や、早朝に JR 南波発京都駅の列車、奈良駅からは、 奈良線の区間速、または、快速となるもあるが、逆の京都駅から奈良駅を経由して JR 南波方面に乗り入れる列車はない、いわゆる型乗り入れ。2011年3月11日までは、平日の朝に天王寺駅で折り返す列車も存在していた。日中の運行系統は、1995年9月30日のダイヤ改正で、 柏駅折り返しの系統の大半が王子駅まで延長され JR 南場駅王子駅間が6本となった1996年3月16日のダイヤ改正で日中の快速のうち1時間に1本が和歌山線高田駅まで直通運転されたことに伴い普通の1本が奈良駅まで延長された1997年3月8日のダイヤ改正で 日中の区間快速、当時がすべて高台駅となったことに伴い、さらに普通の2本が奈良駅まで延長され、王子駅、奈良駅発着が、それぞれ1時間に3本の運転となった。2006年3月18日のダイヤ改正で、柏原駅王子駅間の各駅では6本から3本に減少した。2011年3月12日のダイヤ改正で、 JR 南場駅王子駅間が4本となり、この区間の各駅停車本数が統一された。車両は基本的に201系の6両編成での運転だが、早朝、深夜には205系、221系の6両、または4両編成で運転されている。過去には103系電車も使用されており、1986年の 国鉄時代最後のダイヤ改正において実施された編成短縮、編成数増加政策により民営化後もしばらくは103系の3両編成で運転されていた列車があったが6両編成の運用に変わる直前の夕方の上り列車は天王寺駅で積み残しが発生することもあった1973年9月20日の電解以前には港町駅 現在の JR 南場駅柏原駅間運転の各駅停車の他に、天皇駅柏原駅間は、平野駅、八尾駅のみに停車し、田賀各駅に停車する普通列車が、港町駅王子駅、奈良駅間で運転されており、普通列車と各駅停車の間で停車駅が異なるダイヤが組まれて、いた子があった。また、亀山駅、名古屋駅へ直通する普通列車もあった。 上下とも日中は、旧宝寺駅で大和寺快速と環球接続を行い、柏原駅で快速の通過待ちを行っている。朝ラッシュ時の下りは、平野駅でも快速列車の通過待ちが行われる。1994年9月4日の関西国際空港開港時のダイヤ改正までは、天王寺駅で環球接続を行い、 柏原駅で後続の快速の通過待ちをするダイヤが主体であった。しかし、関西国際空港開港に伴う大阪環状線、阪和線直通列車の増発、関空快速、特急、はるかの登場によって天王寺駅では関急接続が頻繁にできなくなったことや山和地快速のスピードアップにより、日中は平野駅での快速の通過待ちが増やされた。 ただし、上りに関しては、上等貨物線の貨物列車との兼ね合いで、運転間隔が不均等になる時間帯があった。1997年3月8日のダイヤ改正で、旧法寺駅に当時の区間快速が停車することとなったが、この時点でも通過待ちを行う駅に変化はなかった。下り線の対比設備は1997年9月1日に使用を開始し、 日中時間帯は、旧宝寺駅で、区間快速、普通の相互接続を行う形になった。1998年3月14日の改正では、旧宝寺駅で上下線で、相互接続を行うパターンに統一され、上り線では、天王寺駅から、八尾駅、三里駅間の所要時間が短縮されることになった。ただし、普通な来駅については、王寺駅で、 当時の区間快速高田駅から乗り換えられるように、引き続き、柏原駅で通過待ちを行っていたが、わずか3駅先の駅で、約10分後の後続の快速列車を待つた、柏原駅では、以前よりも、停車時間が長くなった。2006年3月18日のダイヤ改正では、ダイヤの余裕時間の見直しによる影響で日中の、王子駅が、柏原止まりとなり、 天王寺駅基準で19時台までの上り普通列車はすべて柏原駅で通過待ちを行うようなり所要時間が長くなった。2008年3月15日の大阪東線の開業により旧宝寺駅では大阪東線が副本線を使用することになったため大阪東線への影響を抑えるために大和寺線普通が本線発着に 普通と環急接続するほとんどの快速列車が副本線8着にそれぞれ変更された。王子方面駅の普通は旧宝寺駅で快速列車と環急接続した後、続いて進入する大阪東線の列車を待つダイヤが位置組まれるようになったため、その列車については旧宝寺駅での停車時間が若干長くなり、柏原駅での停車時間が若干短くなった。 一方で、天王寺駅での環急接続は、阪和線からの直通列車が増加傾向にあり15番乗り場を占有できないことからなくなった。2011年3月12日のダイヤ改正以降、日中は上下列車ともに、柏原駅で快速の通過待ち、旧宝寺駅で大和寺快速と環急接続を行うダイヤとなった。日中は普通の間に、 快速列車が2本運転され快速の運転間隔が短いことから、柏原駅での停車時間は約2分に抑えられており、以前のような長時間停車はなくなった。ただし、夕方以降は引き続き、柏原駅で5分以上停車する列車も存在している。アーバンネットワークエリアでは一部の線区、区間を除いて大晦日から元日にかけての終夜運転が実施されているが、沿線に、 春日大社や死に山町ごまごこ寺などの社地があり、ここ最近では奈良駅 JR 南馬駅間で普通を、おおむね30分間隔で運転している。なお、2000年12月31日から2001年1月1日に、かけての終夜運転までは、普通を奈良駅から大和寺快速、区間快速のような大阪環状線を一周して、天王寺駅で折り返す運転ルートで、 おおむね30分間隔運転していた。また過去には、半和線の終夜運転の列車が、JR 南馬駅まで乗り入れしていた時期もあった。JR 南馬駅奈良駅間では、平日、休日にかかわらず、毎日、始発から終電まで、201系6両編成の3号車に、女性専用車が設定されている。乗車位置には、女性専用車の案内が表示されている。なお、 ダイヤが乱れた際は、女性専用車の設定が解除されることがある。山和寺線では2004年10月18日から、女性専用車を導入し、始発から9時と17時から21時まで設定されて、いたが、2011年4月18日からは平日、休日にかかわらず、毎日、始発から終電まで、女性専用車が設定されるようになった。 1994年9月4日に、関西国際空港が開港したのに伴う、同日のダイヤ改正で、京橋駅、JR 南馬駅関西空港駅間で、関空快速の運転を開始した。JR 南馬駅発着の列車は2両編成で、天王寺駅で京橋駅発着の6両編成と、増解決が行われていた。1996年3月23日に、 JR 南馬駅が地下化されたことにより、大阪シティアターミナル、オキャットの機能を拡充させ、JR 南馬駅発着列車に荷物室を併設し、空港での機内持ち込み荷物の輸送を開始した。また、JR 南馬駅発列車に座席指定席を設定し、関空快速 x 号と号数が不満された。1998年4月1日に、 おキャットでの空港での機内持ち込み荷物の輸送が廃止されて、荷物室は客室に復元され、座席指定席も廃止されて、その後合数不満も廃止した。1999年5月10日に、奇襲路海賊の新設によって、JR 南馬駅発着の関空快速は、天王寺駅での京橋駅発着の関空快速との増解決を中止し、 単独で JR 南波駅関西空港駅間を運転するようになったが、利用客が少なかったことや大阪環状線直通の関空快速、奇襲路快速を増発するため、2008年3月15日に JR 南波駅発着の関空快速は廃止された。大和ジライナーは通勤客向けの座席定員制の列車、ホームライナーである。 1988年3月13日のダイヤ改正で設定され、キズ初 JR 南ン駅一1本と大阪発鴨モイ二2本が運転されていた。2009年3月14日のダイヤ改正で平日のみの運転となり、2011年3月12日のダイヤ改正で廃止された。車両は特急用の381系、ひねの電車区所属の国鉄職。 または、黒潮色編成が使用されていたが、ヤマトジライナーの種別は、特急ではなく、快速、普通列車の一種であるため、乗車制限を購入すれば普通列車用、規格乗車券である、青春18切符での利用も可能であった。この列車の廃止により、旧法寺駅には、すべての定期列車が停車するようになった。2002年10月13日から11月24日、 までの第3を除く土曜日に奈良発桜島線、JR 夢崎線桜島行で運転された臨時列車。森の宮電車区の103系 USJ ラッピング車6両編成が使用された。停車駅は奈良駅王子駅間の各駅、柏原駅、八尾駅、旧宝寺駅、平野駅、天王寺駅、新今宮駅、ユニバーサルシティ駅、桜島駅。 停車しない西九条駅では運転停車を行い、ホームのない通過線で桜島線に折り返していた。JR 西日本主催のなら、歴史キャンペーンで2003年9月13日から12月20日までの土曜日に新大阪駅奈良駅間に運転された臨時快速列車。翌2004年の秋のシーズンにも運転された。途中の停車駅は天王寺駅、王子駅、 法隆寺駅で定期の快速停車駅よりも削減されていたが、柏原駅で運転停車を行い後続の山和寺快速を退避するなど、所要時間は大幅にかかっていた。車両は宮原総合運転所の117系300番台6両編成が使用されていた。春、秋降落時の土曜、休日には、往路は山和寺線内では山和寺快速、 または快速に並結して、天王寺方面から奈良駅、桜井線、万葉真ほろば線を経由して、高田駅まで、袋は奈良発快速 JR 南場行を桜井駅始発として延長運転していたが、2011年春からは運転されていない。2009年度まで山の辺の道レジャー号として運転されていた。奈良県では2010年が平常に、 センされてから1300年目にあたり、これを記念した平城路と1300年祭が行われた。多くの利用客が予想されることから、利便性の向上のために、メイン会場である平城旧席会場でのイベント開催、2010年4月24日から2010年11月7日と、JR グループと奈良県が共同で実施する奈良デスティネーションキャンペーン。 2010年4月1日から2010年6月30日の観光キャンペーン中に合わせて、新大阪駅奈良駅間で臨時特急、マほろばが運転された。運転日は2010年4月から6月の土休日と4月1日で、停車駅は新大阪、天王寺、王寺、法隆寺、奈良の各駅。車両は大和寺ライナーでも使用されている。 ひねの電車区の381系、国鉄色編成を使用し、指定席4両と自由席2両、4月1日は全車指定席となっていた。なお、特急、マホロバ運転に伴い、天王寺駅青駅間が新たに B 特急料金の区間となった。このほか、周期期間、10月9日から11月7日には、関西空港駅から天王寺駅、 JR 南馬駅を経由して奈良駅を結ぶ貸切列車奈良県は281系を要望していたの運転を計画し奈良県が2010年度の予算案にチャーター料や調査費など850万円を計上していたがこの貸切列車は運転されなかった山戸地線ではべて電車で運転されている以下の各系列のうち103系201系といった 国鉄型車両の車体色は、吹田総合車両所ならし所所属者がうぐいす、黄緑六号であり、2016年9月までは朝、ユーラッシュ時に森の宮市所所属の車両、車体色は、朱色一号も使用されていた。山戸樹線で使用する車両が配置されている、吹田総合車両所ならし所へは、221系が大量投入された以降は201系への転属に、とどまり、 通勤型車両は電化以来一度も新車が導入されていない。大和地線では大阪東線や片町線、学研都市線からの直通列車で VVVF インバータ車両の207系、321系が運用されているものの、同志所には2013年現在も VVVF インバータ車両の配置がない状況が続いている。 国鉄分割民営化後の使用車両を記述する。名古屋駅、亀山駅方面や、殿下前の片町線との直通列車に、機動車が使用されたほかは、すべて電車が使用されていた。103系では、大和寺線内において、水田総合車両所森の宮支所所属車と、道奈良支所所属車で、編成の向き、車両の構成が逆になっており、森の宮支所所属車の編成は、 かも方から TCMMTTMMTC、MM MM、TC で、奈良市所,所属者の編成は TCMMMTC、MM MM、TC であった。ここでの TC は運転台付きの車両、を、MM はモーター付きの車両を表している。これは関西本線の電化から奈良電車区。当時の解説までは車両の所属が大鳥電車区。1978年10月以降は姫野の電車区。 いずれも当時であり、半和貨物線を経由して、半和線と行き来していた名残あった。また、優先座席や号車表示が逆にならないようになっていた。同じ理由で、かつて運行されていた113系も大和地線の編成と半和線の編成で、向きが逆になっていた。大阪東線経由で運転されている二百七系、二十一系の直通快速は、大和地線内では、 他の列車と優先座席の位置が異なっており、また、木津駅経由で運転された列車とは、編成の向きが逆になっている。大和寺線に使用される103系、201系、うぐいすの水田総合車両所奈良し所,所属車は、前面に白帯が塗ってあるが、これは、踏切事故防止の目的で塗られている、警戒色である。港町駅、現在の JR 南場駅奈良駅間の、 電化開業時には黄色、黄五棒に塗られていた。1990年度には昼間にも全焼灯を点灯するようになったためか、黄色帯が撤去された。しかし、保線従事者から車両と山の色が類似して識別が困難との指摘があり、1996年度には白色帯が全面に付けられた。2011年3月11日に発生した。 東北地方太平洋沖地震、東日本大震災の影響により電動機に使用している部品を製作しているメーカーが被災して製造の見通しが立たず使用できない車両が発生する恐れがあることから2011年4月11日から日中の快速が大和地線内で運転休止になり大和地快速が大阪環状線への直通運転を取りやめる予定であったが 部品調達のめどが立ったのでこの措置は行われず、4月11日以降も、通常のダイヤで運転されることになった。客中、奈良駅郡山駅間、所在地は、奈良市大森町同市8条4丁目間において、連続立体交差化を進め、さらにこの区間内に、京奈和自動車道の奈良インターチェンジ、下称に隣接する南側付近に、新駅設置する計画がある。 奈良県は2016年7月19日付で国土交通省から都市計画事業の認可を取得した。事業期間は2024年度までの予定。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。